ロスキーの国際空港は、ロシアのチュメニ州にある、国際空港。チュメニ市街から西に1 3トルのところに位置する。チュメニ市街からバスが運行されている。ロスキーの国際空港でのアン -124、石油産業の発展に伴い、チュメニ州での空港建設の必要性が高まり、また、チュメニ州への輸送のために、アン -22、 アンマイナス10人の着陸が可能な空港が必要とされたことから1968年に開港した。1971年後可燃計画への貢献により、チュメニ民間航空局はソビエト連邦最高会議長官から労働赤旗勲章を授与。1978年航空機の格納庫を設置。1990年 年間乗客数が160万人を超える。1997年7月10日、公共株式会社ロスキーの国際空港に運営が遺憾。1998年、ターミナルを改装。2004年、国際線ターミナルを設置。2014年、ノバポートは公共株式会社ロスキーの国際空港の100%の株式を取得。 2015年1月27日、ロシアで初めてグロネスを介して航空機を受信。着陸直後の UT エアーの A321、トランスアイロ航空の B767 から300。ありがとうございます。